どうも、のっちー TV です。本日はですね、ウマ娘プリティダビー、こちらのゲーム実況動画をやっていきたいと思います。はい、ということで、コミュ障陰キャぼっちゲーム実況者のっちー TV です。今日実写の動画も上げたので、そちらもよかったら見てみてください。今回はですね、レジェンドレースに VS TM オペラ王が来ています。このレースはピースを獲得できるので、皆さんやるの忘れないようにしましょう。で、今回この VS TM オペラ王にはマンハッタンカフェちゃんも出走しています。で、ここでですね、マンハッタンカフェのスキルにこのリラックスというね、金スキルがあります。なんで今回はこのリラックスという金特殊能力についての動画をやっていきたいと思います。はい、で、以前の動画でもこういうね、まだプレイヤー側で使うことのできない金スキルを解説いたしました。その時は疾風怒涛という金スキルの動画だったんですけども、その動画を上げて、その後に菱山ゾンにその疾風怒涛という金スキルはつきました。で、リラックスなんですけども、マンハッタンカフェ以外にも他のウマ娘にもついていたことがあります。で、これが一例なんですけども、他のウマ娘に金スキルがついていた例としては、このシンボリルドルフにもリラックス、そしてナイスネイチャにもリラックスがついていたことがありました。このようにまだ登場してないスキルでも、いろいろなウマ娘についている場合があります。はい、で、今回取り上げるこちらのリラックスという金回復スキルなんですけども、まずはこちらのスキルは小休憩というスキルの上位版のスキルになっています。効果がレース終盤に持久力を回復するというものです。はい、そして次のポイントです。ちなみにですが、小休憩を取れるサポートカードはこのようになっております。里のダイヤモンド、ゴールド七、ナイスネイチャー2種類と、あとね、待ち金福来たるとか、こういうサポートカードからも小休憩を取ることができます。で、ここでなぜ小休憩も解説してるかっていうと、このスキルはまあ取るべきかっていう問題がまずあるので、そこでね、まあ、このサポートカードから小休憩のヒントをもらった時に、まあ、回復スキルだから取ろうっていう風にね、なっちゃうかもしれないので、ここでは小休憩はここから取れるということも明示しています。はい、で、今回の金スキルリラックスの評価なんですけども、こちらまずね、作戦差しで金回復ということで、まあ、生放送や動画で私常々言ってる通り、作戦差しの金回復スキルっていうのがね、かなり少ないので、作戦差しの金回復きたっていう風にね、なる可能性があります。で、まず言いたいのは、そのね、生放送とか動画でも言っている通り、作戦差しには金回復スキルが少ないので、まあ、差しのね、金回復欲しかったなとは思うんですよ。ただしこれ、このリラックスというスキル発動タイミングが終盤になっております。で、この終盤っていうところがちょっとネックで、まあ、終盤の回復っていうのはラストスパートの、その最長ラストスパートに、まあ、関与することができないんですよね。例えば、まあ、中盤とか序盤とかに発動するスキルであれば、そのラストスパート計算前に回復するので、ラストスパートにも関係してきて、まあ、かなりいい金スキルになるんですけども、この終盤というタイミングで発動した場合は、そのラストスパートに関与できず、まあ、デバフの対策とかね、そういうところ、最後の垂れ防止とか、そういうところにしか効果を発揮できないスキルとなっております。なんでね、これね、作戦差しの青の金回復欲しかったんですけども、今回のこれもリラックスがね、もし来た場合でも、このね、終盤っていうところ、ここが少しネックになって、まあ、ベストな回復スキルとは言えないという形です。なんでね、まあ、差しにもいい金回復スキルが欲しいっていうのは本当に切望しているところなんですけども、今回登場したリラックスに関しては、このレース終盤という条件ですね、これがちょっと厳しいかなというところです。なので、今回の動画でちょっと覚えておいてほしかったのは、このね、まあ、リラックス来た時のこの評価のね、目安にしてほしいっていうのと、この終盤に回復するっていうスキルは、まあ何個も積む必要がない、デバフ対策で、例えばまあ金じゃなくて白1個取るとかだったらありかもしれないんですけども、まあ、金の回復量がね、その最後の方に発動しちゃうと無駄になってしまうというところがあるので、まあ、そこをね、覚えていってください。で、あとはこれね、小休憩っていうのも解説したのが、そのね、この発動タイミングがあまり、まあ、ベストなものではないので、このサポートカードからヒントをもらった時も、取得するかどうかは少しね、考慮した方がいいということで紹介しています。ということで、のっちん TV でした。まあ、今回リラックスはこの終盤っていうのがあれだったんですけども、まあ、こういう新しい金スキルが増えていくっていうのは、ウマ娘の楽しみの一つではありますので、また何かね、強い金スキルなど新しいスキルとか来たら、ね、解説していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次のウマ娘動画でお会いしましょう。またな、バイバイ。